本番3秒前2、1、はいどうぞやりづらいけどやります。こんにちは、久しぶりのなんかやるシリーズなんだけど、いつもとね撮ってる場所が違うんだよね。これね、あの同じメンバーである富士の家で撮ってますで、はい、真横に富士がいるんだけど、はい、私はキヨです。僕は富士です僕は出ません。はい、で今回はね、ちょっと待って、この明かりがさ、俺のやつそれやめて、貸さないよ。ごめん、壊そうとしてる。貸さないよ邪魔くせえからいらねえわ。でもこれも邪魔くせえんだよ。あ、俺のそれで、今回はね、折り紙を使って鶴を折りたいんだよね。折れないから、俺で、この100枚入りの東急ハンズで買ってきた650円の折り紙を使うんだけど、ちょっと高くね、650円は。100枚だよ。100枚だよ。今ちょっと商品紹介っぽくなかった？うん。向いてると思う。向いてるしょ。いけるしょ。いけるしょ。いけるしょ。高くねってディスってるけどな、俺。ダメじゃん。で、鶴を折りたいんだけど、富士も折って。俺も？うん。何折ればいいの？鶴って言ったから。お前バカか。言わなかった。鶴折ればいいのね。そう。はいはい。で、俺も鶴折るわ。で、もちろんみんなもね、今手元に用意してるから折り紙を。みんなもみんなもう今もう折り紙手元に用意してパソコンの前で。求めすぎだよ。で、待って、鶴折れる？折れない。折れないでしょ。だから俺がこのサイトを見ながら、説明してっからそれの通りに折ってって。オッケー。いきます。じゃあ早速、うん。まず三角形に半分に折ります。爪切ってない俺。ちょっと恥ずかしい。刺そうか。爪切り？うん。いや、今夜だからさ。縁起悪いじゃん。さらに半分に折ります。早い。え？早い。半分に折るんだよ。うん、で、ね、半分に折った後、うん、片方だけ四角形にするんだよ。意味わかる？ああ、あれか。例のあれでしょ？そう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 。やらされたわ、昔。なんかやってたよね。あ、これ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 。これかこれかこれか。それ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 。これね。この片方だけ四角形にする感じ。はいはい。はい。その次に、右側に三角形が来るようにして、もう片方も四角形にする。だから完全四角形にする。同じことやる。そう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 。やっぱ俺不器用なんだよね。折り紙に関しては不器用だわ。不器用ですから。うん、自分不器用ですから。ですから。で、両サイドを、なんか、折る。は？なんて？折るんだよ、両サイド。好きによっていい？うん。なんか、これはわかんないよ、俺も。なんか折る、両サイド。ちっちゃく折る、ちょっと。ちっちゃく折る？元の形は残してちっちゃく折る。こんな感じ。なんか。ん？あ、こっちか。うん。あ、はいはい。で、裏もやんのかな？やる？うん。両方やった？まだ。その後に開く。何を？これを。え、ちょっと待って。それどこにいるやつそれ。開く。は？だから開くんだよ。何を？鶴を。え、どれ？え、どこどこ持ってんの？開く。あ、あー、俺分かったかもしんねえ。え、マジで？ちょっと待って。俺なんか手が覚えてたわ。うん、え、あ、開く、あ、こうだ、これしてこうじゃね、あ、違くね、あ、こうだこうだ、わかった、こうだわ、うそ、開く、で、ちょっとちっちゃく折ってて、うん、で、え、反対側も同じく開く、まず、え、ほ、ごめん、ちょっと一歩進むわ、俺、待って待って、置いてかないで、置いてかないで、あ、もう破けちゃったで、端っこを折る、縦に進んでいくよ、ものすごいスピードで。逆側も折る。あれ、あ、すごい、俺本当に鶴になってんだけど。うそ、本当に折る。開く、俺開くから進んでねえよ。ほら、見て。あ、本当だ。やばくない？やばい、来てる来てる来てるでしょ。で、うん、え、開くって何？あ、これこう、え、違うな。中折り、中折りって何？あ、こうか。中折りして、
こっちも中折り。そして中折り、中折り難しい。中折りで、あれこれどうなってんだ、ここを曲げる。なんかのロゴみたいになった。なんかのロゴみたいだな。なんかかっこいいロゴだね。できた。嘘。え、はい、無事それで完成でいい。待って、もうちょっと、もう一工夫させて。もう一工夫する。二人ができたらそれを発表するわ。もうお前らはもうそこ、それをどうやっても鶴になる。できた。できた。俺の鶴。はい、富士の鶴。お前のこれ、何よこの綺麗なロゴ。なんか形綺麗だよね、うん。でも俺はマジでね、できたわ。うん、お、やばいでしょ。そう。見たことあるでしょ、この首。うん、ご尊顔でしょ。あれ鶴。なんか違う。鶴。鶴だよ、鶴。鶴だよ。鶴だよ。ほら。なんか神話の世界に出てきそうだ。できたー。俺らの鶴。俺らの鶴。俺らの鶴が完成したわ。なんか神話っぽいよ、神話っぽいよね。ゴゴゴゴゴ。これいい、東の鶴、西の鶴、西の鶴。俺多分東だわ、これ色的に。こっち西っぽい。西の鶴、うん、東の鶴。東の鶴よ。どうした、西の鶴。最近南の鶴が可愛いんだよ。お主、北の鶴はどうしたんじゃ。北の鶴は飽きた。終わるわ、もうやってらんねえわ。どうもどうも。今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃんっていう、あまり面白くない分ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人。スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録よろぶ。もうこれに至ってはつまらない。これに至ってもつまらない文なんだけど、そのね、矢印の横にある URL。そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それでは、チャンネル登録していただければ、俺の、肘とかもな、肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど、肘治るんで、よろしくお願いします。